こんにちは。平成を語る速稼塾の久保でございます。花野涼さんの動画ね、風の音がうるさくてちょっとね、ほとんど聞き取れなかったというのがね、正直なことなんですけども、それでもなんとか耳をそばだたって何回も何回もこう巻き戻しながら聞いて、聞かせていただきました。で、私のね、感じる平成ってのは、そうですね、集団から個人へスライドしていった時代なんじゃないかなと思うんですよ。まあ、個人主義と言いますかね。昭和の時代っていうのは、みんなで一つのことをやろうよっていう形で、一つにまとまってました。一億玉砕っていう言葉がね、戦争の言葉なんですけども、あるようにね、みんなで同じ方向を向いて、そしてこの戦争に勝っていこう。みんなで同じように貧しいんだから、だからみんなで耐えていこう。みんなで頑張って働いて豊かになろうよ。こういうふうな流れで、みんなでみんなでみんなでっていうふうなね、形になりました。で、私たちの昭和の頃の、趣味の代表格っていうのは野球でしたね。チームプレーとかね。一人が輪を乱すとみんなが迷惑がかかると。連帯責任でみんなでうさぎ飛びみたいなことありましたけども、バカバカしい思想だという考え方も私正直持ってました。なんでね、自分がミスしてないのに、自分のチームの誰かがミスしたことをね、連帯責任なんだと。でも同時にですね、自分の身内のうち誰かが何かね、名誉なことをしたら自分のことのように喜べる、そんなファン心理っていうのもありました。巨人が好きな人は、巨人が優勝した、ホームランを打ったっていうだけで自分のことのように喜んで、やったーって自分のことでもないのにね、喜んでるわけなんですよ。そうなんですよ。そこにはですね、確かにホームランを打った、優勝したいというドラマはあるけども、他人のドラマなんですよ。他人のドラマなのに、まるでね、自分のことのように喜ぶ自分がいた。そして同じような思いをした人とつながり合って、一つのファンってものを作り上げたんではないかなと思うんですよ。だから、巨人ファン、カープファン、阪神ファンっていう、そういった括りで分かれて、時には対立して、そしてね、もっとひどいのは、お前は本当のカープファンじゃないみたいなね、こんな言い方まであるんですよ。あと、すごくひどいのは、どうせお前はカープのエセファンだろって感じで、新しくファンになった人をね、排除するような、そんなね、とんでもない思想もまかり通っていたんですよね。でも平成って時代どうでしょうか。多分全部じゃないけども、だんだん個別で動くことが認められ始めたのかなと思うんですよ。そして突飛な発想をする人が尊重されだしたってことなんですよね。だからあえてね、わざと突飛なことを探すような、主体性のないような、そんなイレギュラーも存在したのかなというふうに思います。当然そういう人は長く続かないんですけどもね。例えばね、迷惑系 YouTuber みたいなのが出てきたのはね、まあこれは令和の時代だと思いますけども、でも平成が埋め落とした令和への落とし子なのかなと思いますよね。平成を過ごして出来上がった価値観の一つに、迷惑系、迷惑をかけて、そして目立つみたいなね、そんなことも起きてきたわけなんですよ。これはある意味ね、昭和の時代に銀行強盗や誘拐をしてテレビに出て、あ、テレビに出たぞ、俺が事件を賑わしてるんだ、世間を賑わしてるんだって方もいたりとか、広島ではない、昭和の時代にはね、爆弾魔ってのもいたんですよ。爆弾を仕掛けたぞと、でそういうふうな予告状を送って、何月何日の何時に爆発するぞって言ってね、実際は爆弾なんて仕掛けてないのに世間が驚いたりとか、警察や機動隊が右往左往するのをテレビで見て楽しむ。要するにそこではテレビ番組ってものを自分で作った、社会現象ってのを自分で作ったぞというふうな、この愉快犯的なね、満悦度があったわけなんですよ。満足度が、満悦と言ってもいいと思いますけどね。でそういうふうな、社会を一つの塊とみなして、その社会からあぶれた人はその社会を敵視するみたいな構図がありました。その一部が、サリン事件みたいなことを生んだのかなとも思いますけどもね。そして平成の時代を総括すると、それとは全く対照的に、なんとかね、自分は自分であることをもっと表現しよう、自分は流されないぞと、自分は他の人とは違う人生を選ぶんだというふうな発想で、結局みんな同じことを考えてるみたいなね、そんなことになっていたりとか、自分は突飛なことをやりたいのに、でも周りの目が気になって YouTube ができなかったりとかね、こんな感じなんですよ。だから結局ね、自由になったけども、人は自由を思ったより扱いきれてないってことですよね。でそれだったら個別になって個体差が出るよりも、個体差がすごく出ますよね。 YouTube をやって結果が出る人、出ない人、個体差ものすごく出ます。ビジネスをやって売れる人、売れない人、個体差が本当によく出ます。店舗をやっても伸び盛りの店舗、そしてすぐにダメになって潰れる店舗、個体差がすごく出るんですよ。でも昭和の時代は集団で一つのことをやったんで、みんなでやるからあんまりこけることがないんですよね。というのが、集団の平均値がその集団の力になるからなんですよ。だからダメな人でもある集団に入れば、もしかしたら平均点ぐらいに自分が押し上げられるような現象も起きてるんですよね。
でも逆にすごく優秀な人も平均値まで押し下げられるんで、本当に平均的な軍団がたくさんできるみたいなことが起きたんではないかなと思うんですよね。まあでもそれも込みでなかなかドラマだなと思いますよね、うん、今ね商店街っていうところに行ってみると、駅前ですとかちょっと駅から離れた郊外の商店街ですよ、昔ながらの商店街に行ってみると、魚屋さん、お肉屋さん、八百屋さん、こういったものが存在する図はほとんど見なくなりました。本当に惜しいことに、昔は店をやってたんだろうなという酒屋さんが看板を下ろしていたりとか、コンビニに変わっていたりとか、そんな形で新しい時代を受け入れてるなというふうに思っております。思うに商店街ってのも個別選手だったと思うんですよ。個別選手が商店街の商店街組合っていうのを作って、それでもねお互いに助け合ってきたのかなというふうな図が見えます。なんとかみんなで、徒党を組んでいこうと思った図があったと思うんですよ。そして暴走族ね、10代の頃ドロップアウトしてしまった、そういった、まあ、いわゆる落ちこぼれが突っ張り合うことによって一つの軍団を作ってねまとまっていくという、でそこでは序列があって礼儀があって先輩後輩があって伝説があってドラマがあってっていうものがね確かに存在したわけなんですよ、まあ、だからどっちつかずの平均点を取る、まあ、いわゆる平均的な昭和人っていうのは暴走族とかねちょっと悪さに憧れるみたいなところがあって、今40代50代になって俺も昔はやんちゃしてたからねみたいなことを言い出す人がいるんですよね。まあ、立ちがあるですね。まあ、私もその一人なんですけども、まあ、お恥ずかしい限りですけどね。今はそういうふうにね、昔何々をやっていたっていうのではなくて、今これこれをやっているっていうのがすごく尊重されだした時代なのかなと、まさに平成そのものだと思うんですよ。過去の栄光ではなくて、今どう生きてるか、そしてこれからをどうしようとしているのかっていうところがものすごくね、評価されて、そのいわゆるね、夢を語ることが恥ずかしくない時代になってきたのかなと思うんですよ。うん、でも、やっぱりね、夢を語れない人とか夢を持てない人ってのがいます。もちろんそれが悪いことではありません。もしかしたら夢を持たないとやっていけないぐらいの、うん、夢依存の人よりはもしかしたらね現実を生きているリアリストなのかもしれません。私の思う、その平成ってのはですね、集団から個人に脱皮しようとしている日本人の姿そのものではないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。そして令和の時代はまだ始まったばかりで何が起きるか分かりませんけども、もしかしたらものすごく短くね令和って時代は終わるかもしれません。そして令和って時代はもしかしたら日本の歴史で一番最後の年号になるかもしれません。ちょっと怖いことを言いますけども、もうすでにこの国ってのは持たなくなっている可能性があるんですよ。そしてこれからその弱体化したこの国にですね、自然災害が次から次へと襲ってくるような、そんな、予感もします。だからより、強く思うんですけども、自分の身を守れているかとか、自分の愛する人を守れているか、ここにねものすごくかかってると思うんですよ。もうね助け合いって言葉がありますけども、はっきり言ってね、助け合いって言葉はこれから存在しなくなります。一方的に助ける人と、助けてもらわないと生きていけない人と、この二極化が進むんですよ。昔は助け合いといって、自分の長所と短所を隣の人と補い合ったりとか、チームでやりくりしてたんですけども、今はですね、一方的に弱い大多数の人と、能力を圧倒的に見つけた一部の人との、まあいわゆるね、こういうふうなね、二項対立が起きてくるんじゃないかなと思うんですよ。それが令和の正体だと私は思ってるんですけども、花よりもさんはいかがお感じでしょうか。今日こういうふうな、ね、難しい日に北海道に行ってイエーってできる人もいればね、今日も粛々とお仕事に励んで、そしてね、いや旅行なんてもう何年してないかな、そして次の旅行の予定も全然立てられないよって人もいるんですよ、ね、これは一つの現象を言ってるだけであってね、これはね何かこう差別的な発言と捉えないでほしいんですけども、現実そうなんですよね。私もいつも思いますけども、私はね毎日こんな暮らしてるんですよ。毎日ですよ。でもう一つの私が10代の頃思い描いていた40代っていうのはこんな自分ではなかったんですよ。それこそ仕事に忙殺されて、朝早く7時ぐらいには出勤してね、夜帰ってくるのは9時ぐらい、もう子供の顔なんて寝姿を見るだけ、そしていつの間にか10歳ぐらいに子供がなって家に帰ると、あ、知らない人が来たって言われるみたいなね。そしてもうね、家族っていうコミュニティはお父さんなしで出来上がっているという、そんな姿すら想像してましたね。そのぐらいお父さんは家族を守るために家族から離れているっていう、そんな図をね想像してたんですけども、今私はねべったりですからね、うん、でもほとんどの方はこうではないってことも考えられますし、なんとね住宅ローンってのあるじゃないですか。住宅ローンの返済平均年齢は73歳なんですよ。これ2019年のデータですよ。家を買った人、高度経済成長期に家を買った人でも平均したら73歳までローンを払ってるって言うんですよ。これ当時の平均寿命を超えてますからね。恐ろしい住宅ローンなんてものがね
当時は組まれていたんですね。まあ私はおかげさまで一括購入なんでその心配はないんですけども、家を買った後ってむちゃくちゃ金がかかるんですよ。なんだこれやと思うぐらいかかりますよ。私の資金計画をね、大幅に狂ったのは一戸建てを持ってしまったがゆえにというふうな部分もあります。覚悟していたのに家のローンがないのに、なぜかローンがないのにまあ家のね、中古の家を買えばそれなりに傷んでますからね、しょうがないのかもしれませんけどね。ということで令和の時代どんな風に映るのか、花屋龍馬さんの考えを聞いてみたいかなと思っております。いってらっしゃい。